タイガースはこのフォッサムが先発をしたんですが乱調でした。1回の裏ワンアウトランナーなしで荒金にヒットを打たれます。そして後藤です。素晴らしい当たりの3号ツーランホームラン。初回にオリックスが2点を先制しました。2対0。金子は立ち上がり好調でした。さあその後オリックスの攻撃2回の裏ご紹介しています。ワンアウトランナー1塁2塁です。竹内がヒットを打って満塁。続く赤田の時フォッサムのワイルドピッチ。オリックス1点を追加して3対0。なおも満塁で後藤フォアボール押し出し4対0。まだ満塁でラロッカデッドボール押し出し5対0としました。フォッサムは2回途中で KO されました。3回の裏福原を攻めるオリックスです。ワンアウトランナー1、3塁坂口のタイムリーツーベースヒット。これで6対0。さらにその後1点を追加した後です。後藤タイムリーヒット。8点目が入って8対0。ここまでは一方的なゲーム展開だったんですが5回にまた試合の流れ変わります。ランナー1人置いて金本ツーベースヒット。2、3塁で城島2点タイムリーツーベースヒット。8対2。そして櫻井です。金子から5号ツーランホームラン。8対4。続く桂木2者連続今シーズン1号ソロホームラン。8対5。金子 KO されました。この後はリリーフ陣が踏ん張ります。金子は5回途中勝利投手の権利目前でマウンドを降りました。6回の表ノーアウトランナー1塁2塁城島が犠牲バント。この後守りに入ったオリックスはワンポイントに菊池原ブラゼルから三振。平野櫻井をサードゴロ。ここはよく抑えました。6回表を終えて8対6。オリックスリードは2点。7回の裏ツーアウトランナー2塁で赤田です。西村からタイムリーヒット。欲しい追加点。9対6。そして荒金左中間を破りました。タイムリーツーベースヒット。10対6。最後は抑えのレスターを繰り出します。櫻井を打ち取って試合終了。10対6でオリックスが阪神を下しています。